はい、皆さんこんばんは。今夜も始まりました、城太郎ライブ。今回はですね、第47回ということになります。今夜のその第47回のゲストは、江戸切子の若き天才職人でいいですよね。はい、はい、ありがとうございます。堀口徹さんをお迎えしております。こんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ、さん、イケメンでしょ。はい、いきなりイケメンですね。はい、その、はい、ちょっとご紹介させていただきますが、はい、本日のゲストの堀口徹さんは、三代宗席となっておりまして、プロフィールとしては1976年東京都にお生まれになられました。で、堀口切子を、創業されて、で、日本の伝統工芸士江戸切子として、認定を受けておられます。で、まあ、いろいろ個展も展開されておられ、まあ、グッドデザイン賞など数々の受賞歴のある、江戸切子の、まあ、パイオニアというか、うん、イノベーター。どうですか。ちなみにその三代宗席の宗席の意味はどんな意味なんですか。宗席はですね、ガラスが、うん、傾斜っていう、まあ、砂というか、はいはいはい、石というかから出ていてできているので、はい、まあ、それが秀でているというようなところから来ている色です。なるほど。今日はですね、まずじゃあ、堀口さん の、うん、作品をね、ちょっと体験したいなと思って、ね、まあ、ご紹介方々、ね、作品も、まあ、江戸切子というとね、やっぱカットの入ったグラスやそういったイメージが非常に強いんですけれども、うん、まあ、ちょっと城太郎先生もご覧になって、はい、うん、ね、こちらから行きましょうか。そうはね、これは、まあ、まあ、どうしましょうかね。ざっくり説明してもらった方がいいですかね。これはちなみに、はい、何ですか。まあまあ、自分の中ではオブジェ、まあ、花器とかにも使えるような、うん、このぐらいのサイズですかね。まあ、さなぎっていう作品名、はい。うん、なんかちょっとね、僕ら絹を扱う人間ですから、眉っぽくも見えるしね、うん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 、はい。このなんか、ま、全然今までの江戸切子のイメージと違いすぎてはいはいはい、そのこのデザインや、まあ、こういうイメージでっていうことも堀口さんが考えて作られた。あ、そうですね、はい。まあ、自分たちはカット切子の職人なり作家なんで、うん、ガラスをプーッと吹くことはしないんですね。まあ、自分がこういう素材で、こんな色合いでとかっていうのをリクエストして吹いてもらったものに対して、まあ、加工を入れるというような、はい、ある意味同じガラスの職人ではあるんですけども、違う得手のどういうんですかね、その得意分野を持った職人さんとのコラボに近いこともあるんですかね。じゃあ、はい、ですから、もうそこら辺は、うん、漁師さんとお寿司屋さんって言ったら、まあ、分かりやすいか、うんうんうん、なるほど、はい、あ、でも着物もよく似たような作り方で、まあ、特に京都はそうなんですけども、かなり分業化がして進んでましてね、うん、だから僕らの着物を作る工程の中で、僕らの工房の中でやるところで実は一部なんですよね、うん、で、そのいろんなこう外部にある京都の職人さんのところの手を介して一つのものが出来上がったりとかっていうこと、という意味では似たような環境とも言えますね。じゃああれですか、そういうガラス屋さんのところはこう割と町内に集まってるとか、エリアで結構集まったりするんですか、東京でも。まあ、そうですね、まあ、でも東京の東の方が多いですよね。東京でいうと、うん、まあ、江東区、江田川区、墨田区とか、やっぱものづくりのどっちかやったらね、はい、まあまあ下町ですよね、はい、やっぱ京都でもね、そういう工房っていうのはある程度集まって動いてますよね。まあまあ、もうさ、最近でこそちょっとね、住宅事情もあって散らばってきましたけれども、はい、以前はやっぱりぐっとそういう職人集まってね、割とやってましたよね、うん、あ、今また次の作品ね、はい、これはまたなんていうか
はい、クールなガラスらしい作品ですね、はい、なんかね。これはあの形としてはですね、ボールの形をしていて、うん、まああのまあ、俯瞰から撮ったような、絵になるんですけども、はい、見えますかね。あ、そうです、これ、はい、これはあれですか、作品名としては、うん、厳しい寒さで玄関、玄関と名付けてますね、はい、確かにやっぱりガラスの持つね涼しげな雰囲気があるし、うん、はい、確かになんかもうキンキンに冷えてないんですけど冷えてそうな感じに見えるね、まあ、あの江戸切子の定義としてはですね、うん、あのまあ、ガラスであることで、うん、主に回転道具を使うと。あ、なるほど、はい、それとあと手作業と作ってる場所なんですね。なるほど。逆に言うと、色も自由、形も自由、用途も自由、デザインも自由と。なるほど、はい、なんで、今見ていただいたような作品とかも、まあ、江戸切子。なるほど、はい、ということなんですね。なんか今までのイメージと全然違いますね。でも江戸切子自体の歴史としてはどのぐらい前から、はい、今、一応文献ではですね1834年から、うん、まあ、江戸時代の後期ですね。じゃあ200年ぐらいか。そうですね、180数年になりますかね、うん、はい、ね、あの続いて、こちらの、こちらは、うん、これ僕映ってる、はい、うん、これ僕寄せてもらいましたけどね、はい、堀口さん工房、はい、うん、あのホワイトベースと名付けている。ホワイトベース、はい、確かに白かった。そおしゃれですね。なんかそうです。いや、うちの工房本当ね、あ、でもまあそうか、もうちもう建て直したんで、まあ、もうでも建て直したらもう二十数年前なんであれなんですけど、もう昔は本当汚いところで作ってましたからねよくぞこんなところで綺麗なもの作るなというぐらい、そっから思ったらもうすごい素敵ですね。なんかやっぱりこの工場の中に、まあ、自分の人生の中でも大半をいるんですよね、この工場の中。だからやっぱりその好きなものに囲まれて仕事がしたいっていうのが、まあ、あったんで、まあ、結果的にはこんな形になったというか、はい、これリアルなカラー写真なんですか。あ、そうですね。で、ここからもう少し、はい、加工なしです。で、ここからものがやっぱり機械の台数も増えましたけども、はい、いや、ちょうどね、あのカバーがかかっているようなところに、あのさっきおっしゃった、はい、なんていうの、回転の、ね、はいはい、あれがあって、まあ、ダイヤモンドホイールとか、ね、はい、あのグラインダー、ね、それで削っていくみたいな、はい、うん、はい、そしてあの、うん、ジョータロ先生とのコラボとしては、そのテーブルの上にある、はい、ジョータロカフェのカフェグラス、はい、はい、これなんです。実はそちらも堀口さんに、はい、あの依頼をして、はい、僕のところの、銀座シックスのお店の、はい、まあ、スイーツカフェ、上太郎スイーツカフェの、はい、もう何年、もうね、店、この銀座シックスはもうすぐ4年になるので、はい、そのオープンの時にご依頼をしたので、もうほぼほぼ4年半ぐらい前、うん、5年近く前になるのかな、はい、若干な懐かしさすらもある本当だね、あの堀口さんとしてはどういうイメージで、そのそうですね、まあ、このパフェのグラス自体は、まあ、このお店で使うで、パフェでと、うん、で、季節ごとの、いろんなこう中に入るものが、まあ、違うよというような話であったり、うんうん、サイズというか、量ですね、入る量とかっていうようなこととかもいろいろ聞きながら、まあ、そのいただいた情報をからどこをまあチョイスしていくかというか、で、自分もこのあの時オープン前だったのかな、あのここ来させていただいて、でやっぱりその、島ボタンですか、うん、がやっぱり城太郎さんの、うん、アイコン的なね、はい、柄でもあるし、なんでこれはどうにか取り入れたいなと、はい、なんでこの下の部分に、これはあの切子ではないんですけど、サンドブラストという技法で、はい、入れさせていただいて、やっぱりでもこれ結構ね複雑な柄だから、そうですね、やりにくいんじゃないかなと思いますけどね、はいはい、でこれはこれでまたサンドブラストサッカーの方に、なるほど、
お願いして、なるほどなるほど、はい、で上の部分の切り子の部分を自分が入れさせていただいたんですけ ど、 なるほど、やっぱり先生グラスをちょっと向けてなんか、はい、この辺ですよと、どこ映ってたりする、はい、せっかくならばやっぱしなんかあの自分も、その当時、ホームページもであったりこのお店の感覚であったりなんか印象として切れ味がいいなというか非常に鋭い感じというかそういう印象も受けたんでその中で、こう優しい切り子というよりはなんかこう切れ味のいい切り子を表現したかったっていうところでのこの柄、うん、ありがとうございます、はい、いやもう本当にね、まあ、昨今のことですからねなんかこう器までもうもちろん 中身の、ね、味は美味しいのももちろんさることながら、うん、やっぱりね、まあ、全体として、うんうん、まあねパフェもこうスタイルといいますかうちのこの空間の中でこのグラスでどういう、ね、皿の上に置いてあってどういうカトラリーでね食べていただいてっていうところまでやっぱりこだわって発信したいという思いがありましたからね、そういう意味ではそうです、ね、はい、ぜひ今度これねお店いらっしゃったらちょっとちゃんとチェックしていただきたいな、ちょっと食べる前に人眺めしていただいて、はい、そうそうそう、ありがとうございます、あのコメントで江戸切り子大好きです、うん、あ本当に綺麗ですよねっていう、うん、あのコメントもいただいてまして、ありがとうございます、あずま屋の柴川さんからもコメントがいただいております、柴川さんありがとうございますね、あのお客様の中にパフェに気を取られていましたっていう方もいるし、やっぱ、ね、こだわりをねちょっと込めた、いやでも自分も、あの後、旅に来たありがとうございますけど、いやフルーツあの時何のフルーツだったっけな、いやなんか結構ゴロッとしたフルーツも結構あの贅沢な、あそうですね、はい、確かに、はい、今画面に出ているのが最新の、あ、出てますイチゴとラズベリーの、これ実はあれなんですよ、実はイチゴのパフェなんですよ、そうなんです、あのイチゴとラズベリーのパフェで、実は中これこう結構でかくないですかこれ上、あこれはまた上でか、はい、そうですよ、この上にポコッと、わすごいそうなんですよ、だからこうちょっとこうアートパフェっていうかね、なんかちょっとそういう、まあ、僕らもこう色に携わる仕事をしているのでなんだかこうちょっとねハッとするような、うん、そういうなんかこう、まあ、トリックじゃないけどもなんかこうあえてこう裏切るような、うんうんうん、なんかそういうものを作ろうよということで、そうですね、うん、はい、いつもしてますね、あのコメントでもアートですねと、ありがとうございます、山際純平様からいただいております、あ、まあ、ありがとうございます、はい、あのいつもご覧いただいているお客様からもこんばんはとたくさんコメントをいただいて、あ嬉しい、はい、ありがとうございます、はい、今日はね本当にでも、そうだ、忘れてました、忘れ、乾杯するの忘れてたね、すいません、失礼しました、ではではしっかり飲んじゃってます、どうぞどうぞ今宵よろしくお願いいたします、すいませんどうも、すいません失礼しました、堀口さん男前なんですよね、いやいやいや最近の職人はやっぱ男前でもない、ね、男前ないとあかんね、いやいやいや先生も素敵だ、いやいやちょっと太り気味なんでちょっと後で話しましょうかそれ、いやあの先生もみな、ね、皆さん素敵ですよね、コメントくださいね、先生素敵ですって、はい、なんだそれ、いや、ね、あのじゃあさてさて、そういう素敵ではいたいね、はい、ちょっとさ同じ三代、三代の、そう三代でしょ、そうやね、はい、なんか先始ま話していいのかな、あそうです、先ね、はい、ちょっと、はい、あの打ち合わせちょっと話させてもらってると三代なんで、まああのね上にはい、先輩が2代いらっしゃるわけ で、はい、でお話聞くと初代がおじいちゃまらしいですね、はいはい、でおじい様らしくて、で2代目が一番おじい様の一番弟子の方、はい、で3代目のこの3代の、堀口さんがまた今その後を、まあ、継いで集積という代を目豪華、はい、を継いでいらっしゃるということで、はい、いやまた全然違う、また着物ね、僕らずっと僕らも初代はおじいちゃんで、まあ、2代目が父親で、まあ、僕3代っていうふうになるんで、どっちかというと割とね血族でっていうかそういうふうになるのかなと思ったら意外とあれなんですね、お父さんめちゃめちゃ似てますよね、あうちの、はい、似てますかね、まあ、いい似てますよ何回も言われてますでしょそれは、まあ、いいとこだけ似たらいいんですけどねいやあの、もう素晴らしく似てると思いますけど、
ね、もうそうなんですよ。どっちかというとね、僕はもう父親というか友達みたいな感じでもあるんですよ ね、 うんうんうね、感覚的にはね、はいはい、親子っていうよりも、うん、まあ、若いってことですか、感覚が。そうです、若いですね、親父は。若いですね、うん、確かに若いですね。そうなんですよ。お父さんは何されてたんですか、じゃあ。いや、父も、業界にはですよ、このあれはい。でまあ、父は経営者なんで、まあ、職人ではなかったというじゃあマネジメントの方法というか、はい、なるほどなるほど。いやでもその両方ね、今本当に、うんうんうん、あのものづくりだけでもダメだしね、うん、自分の好きなものだけ作って暮らすっていうのは幸せだろうけどね、はいはい、なかなかそうはいかないし、はいはい、そういう意味ではやっぱりマネジメント両輪で必ず必要だしね。そうですね、あの非常に共通点の多いお二人のように、うんうん、あの感じておりまして、まあまあ、三代同士っていうことと、うん、あとまあ最初にねご紹介した江戸切子のお写真見てもやっぱこう今までの江戸切子のイメージをこう覆すような、うんうん、あの作品を作られていて、なんかそういうところでね、あの伝統をただ受け継いで、まあ、ただっていうあれですけど、こう昔からあったものを続けるっていうよりも、うん、あのまあ、堀口さんも城太郎先生もなんか新しいことされたいってい う、 こう意思をね、うん、作品から感じるんですけど、なんかそういうところ、うんうん、ね、堀口さんとしては江戸切子をどういうふうにしていきたいとか、なんかこう思いの部分ってありますか。そうですね、まあ、江戸切子自体はもともと非常に重度が高い伝統工芸というか、うんうん、それはまあ、あの過去の歴史をこう遡って、その当時その当時、例えば昭和の頃であったり、はい、大正明治、うん、江戸の品物というか作品というかを見ても、はい、結構その時代その時代によってデザインなり、うん、個性が違うんですよ、うん、なんで、やっぱしその自分その平成であったり、まあ令和をこう担当するものとしては、うん、やっぱしこの流れというか、やっぱしその奥行きというか幅というかをしっかりとこう広げることもしたいなって思いますし、うん、で当然今までの中でいいものはそのまま残すというか、うん、なんかそういうことをしっかりと取捨選択していきたいなみたいな気持ちはありますね。うん、そう、なんかこうほら着物でもそうなんですけど、いいものがね、何がいいかっていうのが時代によって変わるじゃない、うん、技術をね、とにかくふんだんに技術を盛り込むんだものがいいのか、うん、いやいやこの時代はやっぱりスキッと見せた方がいいとかね、うんうんうん、ある意味その今ね取捨選択って言われましたけど、まさにそういうところが必要になっていってっていうかね、うん、はい、こうすごいものって作ろうと思えばね、大きいものすごい大きいものとか、はいはい、うん、ものすごい精密なものとか、まあ多分着物でも、ね、見たことないものを作ってやる、人を驚かして、ただ驚かしてやれと思うものって作れると思うんですけど、僕もできると思うんですけど、ただそれやってもね、うん、なんかまさになんか作り手のエゴなだけでね、うんうん、やっぱり僕ら、うん、まあ僕もそうなんですけども、なんていうかな、純粋アートというかを作ってるんではなくて、やっぱり一つプロダクトっていう枠の中で僕、うん、いかにそういうクリエーションクリエイトするかっていう発想であるので、うんうんうん、だ着物を逸脱したものはやっぱり、うんうんうん、作っても仕方ないしって思いがあって、うんうん、そうですね、なんか先生が斬新と言いながらも、うん、ミニスカートを作らないとか、うん、そうだね、やっぱり着物であるべき、うんうんうん、なんか守るところとこう破るところのそのさじ加減っていうところを、うんうんうん、あのすごく繊細に考えてらっしゃるのかなっていう。そうですね、今本当にあの作り手のそのエゴっていう話がありましたけど、やっぱりその技術者が技術をこう語るというか、まあ語るのはいいんですけど、こう、これでもかというのの愚な感じというかのはあって、やっぱりその技術が目標なりっていうよりは、やっぱり技術は手段でありたいなっていうのが個人的には思っている。そういう意味では でもお話聞いても自由度ある感じですよね、うんうん、ある意味なんかこう、ね、
うん、でも僕らも僕もそうですが、ベースはやっぱり手書きの共有前ではあるんですけども、うん、肩もやりますし、うん、藍染めも、まあ、僕とこでは染められないけど藍染め屋さんにお願いしてです、うん、コラボみたいな形にしたりもしますし、うん、実は先日あってのコレクションでは実はデジタルプリントにも一部挑戦しましたし、だからそういう意味ではその道具としてね、筆やハケっていうのがあるんですけども、それにも やっぱり時代とともにね、昔は炭で生地乾かしていましたけど、それがガスや電気に変わるように、はいはいはい、やっぱりこれ、まあ、デジタルプリントがダメなんじゃなくて、デジタルプリントで何を作るかが大事であってね、はいはい、やっぱりそういうところの可能性とか、そうですね、やっぱり可能そのできるものの幅の広がりとか、うん、そういうものというのはやっぱりトライするべきだし、うん、これは良くてこれはダメでやりもせんのにね、うん、っていうのはちょっと僕もそうじゃないなと僕も思うので、うん、自分たちも弟子たちとこう話したりするのが、うん、その自分たちのこの作業っていうのは誰のために何のためにやってるのかと、うん、そういうのが分かった中で、自分たちが持ってる技術なり知識のこう引き出しを使い分けるっていう感覚なんですよね。だから、必ずしも一番難しい技術が必要なわけじゃないというか、それは時には、このものに関しては普段使いで使ってもらいたいから、逆に言うと値段も落としたいし、例えば、カットが入るデザインの分量も抑えたい、そっちの方が普段使いとしては適してるとかって時もあるんですよね。そうした時はその引き出しをこう開けるし、うん、何でもかんでもこうこれでもかってやっていくと、本当に先ほど言われたエゴというか、なんかそんな部分が出てきちゃうかなっていう感じはしますよね。なんかこうそうなんですよね、なんかこう、うん、もちろん自分が作ってる着物なんで、もちろん喜んで着ていただきたいですけどもね、やっぱりその人らしくないと意味がないのでね。そうですね、うん、だからその方の個性が一番引き立つようなものをやっぱり、まあ、もちろん売りたいと思うし、コーディネートもしたいとね、うん、いうふうにやっぱり常に考えてますけどね。なんかこうお話を伺っているとこう使う方の気持ちとか、うん、まあ、江戸切子で言ったらそれを使ってどういうシチュエーションで日常の中にどう溶け込ませるかっていうことだし、錠、うん、太郎先生で言うと着る方がどう素敵に見えるかとか、うん、なんか作品で埋まってないところが、その後の持った人がどう生かすされるかとか生かすかみたいな、うんうんうん、そういうところまでやっぱ考えてらっしゃるなっていうのは思いますね、うん、あれ今ふと思ったけど、堀内さんも自分の生活の中で、はい、まあ、自分の作ったものでなくてもいいんですけど、はい、江戸切子の作品って何かあります？あ、使いますよ、よくよく使います、うん、はい、一番使うのは何ですか？まあ、まあまあグラスがやっぱし、はい、やっぱり、ね、まあ、まあグラスガラスですからね、はい、で何飲むグラスですか？自分下戸なんで実は、はい、ええー、とかって言われるんですけど、ね、ちょっと悲しい、ね、いやいや江戸切子でいやでもなんか自分その下戸なんで逆にですね、変な癖はないんです。だからもうひたすらこうヒアリングをしていって、で、うん、それを、まあ、作品に落とし込んでいくというか、まあ、そんなところあるんですけど、実はお恥ずかしながら、まあ、今仕事ついてから二十数年経つんですけど、はい、最初のどうですかね、6年とか8年ぐらいの時に、うん、あることに気づいたんですよね。要は自分が作ってるものを家で一個も使ってないっていう、はい、結構それを思った時にゾッとして、なるほど、であれこれ、切り子屋である前に器屋なのに使ってない、うん、なるほど、でなんかやっぱりそこから、自分で使いたくなるようなものづくりっていうのも、考えるようになりましたし、だからまあ今は弟子がいるんですけど、弟子にも、自分たちが使ってるグラスとかを持って帰ってもらって、これ使ってみてと、うん、なるほど、うん、っていうような形を取ったりしてますね。でもね、僕も
まあ、僕もそうって言うとあれだけど、若い頃は逆に言うと突っ張ってて、着物の売り場では逆に着物着なかったの。ジーンズに、うん、まあ、シャツ着て上からジャケット でジーンズに上シャツでジャケットで着物屋さんなのに、うん、ってこう、まあ、言われるというかね、うん、それが当たり前なんです、うん、その当たり前が嫌で、うん、その全然ジーンズにジャケット、実はうちの父親もそうやったんだけど、うん、でもね、ある時から僕も気がついてじゃないけど、あの着物着てもちゃんと自分らしく入れるやんというふうに、うん、要するに着物着ることで自分らしくなくなるんじゃないかという思い、うんうん、なんか思いがあって、でもそれとやっぱりこうある程度年いったりとか、うん、キャリアを積んで、うんうん、なんかそんなに突っ張らんでも全然自分らしくできるやんみたいな、ちょっと自信というか、うんうん、なんかそんなんもできたからそうなったんかなとか、だから 今はもう逆にもう着物の場所でこそ着物で他の人とは違う着物を着て立てばいいやみたいなところもあって、うんうん、でも若い頃はやっぱりそうでしたね。30ぐらいまではそんな感じ で、ね、いやもっとか35ぐらいまでかな。本当あの自分もこう、まあ、今年45になるんですけど、うんうん、この20代から考え方が非常にこう変わっていく、変わっていって、こっちに時にはガーッと触れていったり、うん、でやっぱし今度こっちにこう触れていったりで、なんかだんだんこうそのバランスがこうと取れてきつつあるというか、うん、そういう感覚ありますね、うんうん、いや僕らやっぱりコレクションやるとき、うん、ヘアメイクなんかね、うん、割とおとなしめにやるときは、次のときはやっぱりちょっとやんちゃな、うん、ハードなヘアメイクにしたくなったりとか、まあまあ作品もそうではあるんですけど、まあ、作品は着物ですからね、一つなんていうか着物の形は決まったものですから、うん、まあ一応枠がありますからね、なかなか飛び出しようもないんですけど、でもやっぱりそうなりますよね、どうしてもね、うん、なんか以前あのさっき下校っていう話したじゃないですか、うんうん、でやっぱり下校だからっていうのもあるんですけど、非常にそのどのじゃあぐいのみでいうと、うん、どのぐいのみの形状が一番お酒が美味しく飲めるのかみたいなのがすっごく気になってた時期があって、うんうん、でいろんな人に聞いて回ったり、まあそれ高さであったりこう口径であったり重さであったり口元の薄さであったりとかっていうのを聞いた時あったんですけど、そのある友人が、いや堀口さんそんなに知りたいんだったら本あの言うけども、俺は鈴で飲むのが一番いいと思うって言うわけですよ。いやちょっと待ってと、鈴って話になってくるとこれ切り子と全然関係なくなってくるから、うん、ちょっと話が違うなって話したんですけど、うん、でもいや堀口さんが、どれで飲むのが一番おいしいかって言うから、俺は鈴だって思うんだって言うんですよ、うんうん、でだからやっぱりその当時自分がどうにかその一番おいしく飲めるようなあのサイズなりこうっていうのをデザインを考えてた、でこっちに触れすぎてたんですけど、でもやっぱその友人が言ってくれたのが、でもさってあの切り子ってそれだけじゃないんじゃないのって言われて、パーンとこうなんかハッとさせられたところもあって、であそうかって、やっぱし切り子で言ったらあのきらめきであったり触った時の食感であったり透明感とか、そういうところもあるよなって思ってから、そのこっちにこうまた触れて、だからその今は、当然口当たりのこととかサイズ感とか重さとか手触りとかっていうのも気にすると同時に、切り子じゃないと表現できないようなこととかっていうところもこう合わせ持ってのその作品というか、そういうところを狙ってるようになったというか、いやでも確かにね、その口に当てるものって、まあ、特にお酒ね、まあ、お酒ってやっぱり杯を交わすじゃないけども、うんうん、特別な時間を共有する、はい、そういう時のやっぱり道具というかあれとして、その、まあ、日本酒の杯もだし、うん、まあ、酒器のねその鈴もだし、うん、まあ、ガラスの、うんうん、器もそうやし、焼き物の土のそういうものもだし、うん、まあ僕は そういえば例えば僕塗りのね、うん、京都の塗りの有名なところともコラボもしたこともあるんですけども、やっぱりその口当たりっていうのはすごく、うんうんうん、まあ、どれをとってもね、うん、その
塗りの杯にはねガラスの感覚はもちろんない、なくて当たり前なんですけど、やっぱりね素材素材によって全然違う感覚があるし、うん、でもガラスとそうやな、まあ、ガラスはやっぱり透明ですからね、はい、やっぱり目でも楽しむことはできるよね、はい、なんていうか、うんうん、やっぱりどうしても鈴とかだとね何色のものが入ってるかさえわからないし、やっぱりそういう意味では、まあ、まあロマンチックな感じありますよねガラスはね、あ、うん、なんとなくそうですね、やっぱし映り込みも、うんうん、やっぱりこう切り子ならではのところもありますし、うんうん、そうだから 僕はどれが一番飲むかってガラスが一番多いんだけどね、まあ、洋酒好きやからガラスで飲むことが多いけど、やっぱり本当にこのパフェグラスだって、うん、これやっぱりお話聞いた時にこれは今回は透明で作りたいなって思ったんですよ、うん、まあ、自分たちの江戸切子っていうと色着せの、まあ、例えば赤と青のっていうのをイメージされる方もいるかと思うんですけど、やっぱりその季節ごとに、いろんな果物なりそのが入るっていうのも事前に分かっていたし、そこでのその色っていうところもその作られる方パティシエの方も、うん、こだわりたいなっていうのももう事前に聞いてたし、うん、だとしたらやっぱりこの透明、うんうん、ボディは透明でっていうのがまあ必然的に決まってきたという、うん、なるほどなるほど、はい、なるほど、やっぱそういう人だからねご依頼を僕もねきっとさせていただいたと思うんですけど、そうですね、そのなんかこう、はい、求めてることに対してこう紙かの咀嚼して、うん、そうね、それをよりよく、うん、でその咀嚼する過程もその鈴が好きだといったご友人の言葉ももっと視野広げられるよとか、うん、俺はこう思うよっていうことに素直に堀口さんがああそうかでこう開眼して広がったところとか、なんかこうね、やっぱりそういうちょっとこう自分の中でのこう進化みたいな感覚の、江戸切子自体も進化させたいっていう思いもおありだと思うんですけど、やっぱクリエイターの気持ちが進化してないとやっぱ生み出されるものも進んでいかないのかなとか、なかなか深いですね、うん、今日はもうあのコメントでももうあの古典と斬新は大切ですよねとか、斬新と斬新とっていう残る心っていう、まあ、洒落たこと言わはんねんとね、市松さんです、本当に、はい、今日はちょっと普段 の、うん、もう本当にいつもご覧いただいているお客様も見ますし、今日初めましての方も多いですね、うんうん、ありがとうございます、はい、ね、どんどんコメントお待ちしてます、はい、江戸切子素敵ですね、光が当たるとさらに素敵ですとか、高取さん、あれ周石さんのその代々いらっしゃって、はい、周石とはこれだみたいな、例えば着物だとね、なんか刺繍が上手なところとか、はいはいはい、金彩が上手なところが伝統的にあるじゃないですか、はいはい、周石さんのところはこれはこれぞ周石ってあるんですか、つながるような、ですね、そのおじいちゃん、まあ、初代周石の、うん、初代作品で、二代目周石の作品、師匠ですね、はい、結構、まあ、あと自分三者三様なんですよ、あもう全然違うんですテイストが、うんうんうん、でテイストが違うんですけど、非常にじゃあどこ共通点あるかというとあって、うん、それはですね自分で言うのもなんですけど非常にそのガラスへの向き合い方が真面目だなとは思います、はい、例えばそれは加工を見ても、うんうん、真面目な加工だなっていうのを印象受けたんで、初代なり2代目のところで、だから自分もやっぱりそうありたいなとは思ってますね、うん、なるほど、うん、どなたがどう言ったらいいかな、まあ、うち僕もね3代なんですけど、うん、確かに並べるとまあ時代が違うのでね、もうそれはもう全然違うものではあるんですけども、うんうん、でも真面目かどうかって言われるとな、城太郎先生ですか、いや俺は真面目やで、次のコーナー行きましょうどう真面目かちょっとじゃあ先生 の人気コーナー生コーデにコーデ行きましょうか、見せていただこうかと思いますが、なんか着物はねなんか2着ほどお持ちやっていうふうにね、はい、テーマを
教えていただきたいので、まずですね、じゃあちょっと話しながら一旦この机を、はいはい、じゃあ生放送の転換でさせていただいて、はい、その間にちょっと堀口さん考えていただいて、はいはいはい、なんかね、着物は2枚お持ちだというふうに、はいはい、そうですね、聞いたんですけど、1着は、ウールのスーツ地、はいはいはい、で、グレーで持ってまして、でもう1着は、江戸コムなるほど、はい、のサメになるのかな、でも、はい、サメコムですか、こう、はい、非常に細かいあれで、でもちょっとこう切り子のなんか柄をこう彷彿させるような、へ、はい、なんかかっこいいやつ見てみたいねサメ顧問って言われるとサメかって感じやけど切り子のって言われるとどんなんやろと思ってもね、はい、さてテーマはどうしましょうか。そうですね、いや何でも来てくださいよ、はいなんかまあ、あの自分江戸切り子、はい、なんで、なんかその江戸っ子の生きというか、その、まあ、自分がイメージする江戸らしさっていうのは、うん、やっぱりこうそのなんですかね、ここぞってところはなんかちょっとこう隠してるというか、チラリズムというか、あ、はい、なるほど、なんかこう裏ストーリーというか、なんかそういうこう一見こう見えるけど実はさここが見せ場なんだよとか、なんかそういう憎いこうシャレっ気のあるなんか、うん、そんなのを希望します。どうでしょうか。いやいや、わかりましたわかりました。憎いコーデね、はい、憎いコーデ、そうね、憎いコーデ、はい、早速行きましょう。行きますか。先生、はい、はい、あ、そうですね。これちょっとご紹介しようよ、これ。ああ、あのそのお洋服は。あ、これあの、はい、そうです、ワークコートなんです。だから自分が仕事の時は。そうなんて。さっき言って仕事の時にこれ着てガラス削ったりするのって、はい、飛ぶでしょ。汚いのというか。ここ、そうですね。だからまあ、ここ結構水には強いこうリネンで、で結構こう座って作業するんでここの開きが広いんですよね。で、あとは加工をするときにこの背中のこれが、もうこだわりの、じゃあうちらの汚い格好でねえ作業するのにこんなおしゃれな格好していいなと思って、いやいやいや、はい、作業の格好で来ておしゃれって、はい、いやいやいや、そうですね、もうあのオリジナルのデザインなんですね。そうです、これ京都の工房にいるときに表なんか出れないよって感じ本当に、ね、かっこいい。じゃあちょっとそちらをお預かりして、これを、はい、じゃあちょっとエリーをつけてもらおうかな、うん、こういう憎いコーデね、はい、憎いコーデでございます。堀口さんは、はい、こういった試着は久々ですか。いや、初めて、はい、あ、そうなんですね。こういう感じ、はい、ちょっとこういうエリーをつけて、はい、はい、試着ちょっと着物着てるようにはい、ご試着ができまして、はい、いや楽しみだな。あ、そうですか、はい、どう憎く憎いって言わせられるかちょっとだろうって感じですがもう、ね、よくできたコートですねとコメントをいただいております。いや、ちょっとおしゃれよね。まあちょっと聞いた時、はい、ね、もうシャンプー仕事してるんですかねやってますよそれ言い過ぎよおしゃれですね。ね、おしゃれやね。うん、なんかさすがちょっと東京やな。いやーもうね、もう一気にここで行くんですね。はい、そうですね。はい。なんか自分たちの江戸切子って、はい、なかなか即興っていうのって、あ、まあ、全くないわけじゃないんですけど、はい、非常に結構。自分のもの作りだと、うんうんうん、森口切子のもの作りだと即興というよりは、うん、結構考えて、うん、でこうでそこにもう向かっていくっていう感じなんですよ。うん、
そういうもの作りが、あ、作り方としては、まあ、ある程度イメージのものをガラス屋さんにこうベースを作っていただいて、でそれを考えて考えて考えたこう方法でデザインなり道具なりっていうのを、まあ、やっていくんですよね。で、まあ、それで当然試作して、あ、ここはこう変えよう、こうしよう、こうしようって言って、最終的に、まあ、バチッと決めてレギュラー化というか、はい、来ました。お、はい、これいきましょうか。これは実は生地から僕が作ったやつで、これはちょっとこう霧の向こうに消えるような、そういうイメージの実は生地を作ったんですね。でそれと柄がこう V 字のこの大きな囲みボーダーがガッとこうあるんです。なんかこれちょっと霧子っぽくないですか。どう、ね、や, あのやってみましょう。やってみましょう。とりあえずやります。憎いって言わせられるかどうか、はい、頑張れ翔太郎。ハードル上げるんじゃないよ。あの堀口桐子さんは近所なのでっていうコメントが今、はい、森田康さん、あ、今森田さんね。船堀ですね。あ、はい、そうですか。あの、そんなコメントが、あれでも行って見せてもらったりとかできないでしょ。今でしょ、急に来てもらってもね。そうなんです、予約制になってて、で、まあ、しかも今緊急事態っていうのもあって、あの、はい、今受け入れしてないんですけど、はい、あの基本的にはあの工場だから、こうなんていうんですか、お店っていうわけじゃないんですよね。はい、もうガンガン作ってます。もう普通に工場です。うんうんうん、おしゃれた工場な。思い出してもらったことあるけどね。ね、あの、そう、うちも頑張りましょう。いや本当に。ね、いや、そうですか。なんか、あの、まあ、先ほどねちょっと作り方のお話お伺いしてましたけど、はい、じゃあもう本当に考えて考えてっていうところで、でやっぱりこう一回カットしてしまうと元に戻せないから、あ、まあまあそうですね、はい、やっぱそういうところでどう、なんか難しさってどういうところなんですかね。まあ、でもカットの加工の失敗って実はそうないんですよ。うんうんうん、まず失敗しないです。それはどう、もうプロだから、あ、はい、そういうそこの不安はないっていうところですね。そうですね。でそれよりはやっぱしさっき言ったそのこの、じゃグラスだったらグラスがどういうシチュエーションで使われることがあるだろうっていうのをしっかりとこう組めるか考えられるかどうか、で事前にやっぱし使い手の手元に行くまでは相当考えるんですよ。で考えるし細かいシチュエーションまで考えるんですけど、でもひとたびその渡った後はある意味使い手の方が自由に使っていただくというか、よくあるじゃないですか、その蕎麦屋さんでもなんかそのタレいっぱい使えないでくれとか、うるさいよっていう、あの食べ方もね。蕎麦チョコってあるじゃない、あの蕎麦チョコって、あの蕎麦のあれより、はいはいはい、あんなんとかガラスでやってもいいのにね。あるんです。あるんですか。はい、あるんです。で、はい、さすがですね。あれ絶対いいよね、多分蕎麦チョコになったら。綺麗でしょうね。ぜひ翔太郎さんも、あの、買いに行きます。はい、毎度ありがとうございます。いや本当にかっこいいやん。でも本当蕎麦チョコはあの、日本の文化の中でも、やっぱしあれだけ使い勝手のいいそのサイズ感というかなかなかないですよね。そこ酒入れたりもね、今やったらしてもいいやろうし、で器としても当然いいですし、はい、デザートだって、あとはあのキャンドルホルダーとしてだって使えるし、なるほど、何でもありなんで本当。もう堀口さん引き出しがもう一つ聞くともう歴史からいろいろなことが出てきますね。いやでもやっぱあれよね、僕らもふつふつとなんていうかこうね、やっぱりね伝統的なことでもあるし、いろんなこと言う人は言う人もいるしね、なんていうか、でもね、そんな一つ正しいことなさそうに見えて、でもやっぱりちょっとルールはあるし、そうですね、でもルールブレイクしていかなあかんしっていう、その葛藤とね、
なんかそれとプロとしてここまではね、うん、OK だけど、こっからはちょっと幼稚になるっていうところとなんかやっぱりラインがあって、そうですね、うん、そこの本当にプロとしてその辺のもうギリギリのところをね、うん、きっと僕もやってるつもりだし、多分、ね、堀口さんもきっとそうなんだ、うん、でもなんかあの、うん、実家が切り子屋だから切り子を職員になったっていう感覚はないんですよ、はい、やっぱりなりたくてなってる、うんうん、からやっぱりこう、好きでなってることだから何かやっぱりやりたい、こととその、うん、絡めたいというか、はいはい、っていう思いで、うん、だからああの丈太郎さんと会った時かな、はいはいはい、あのちょうど丈太郎さんがアイス作ってたんですよあカフェの、はいはい、でいやアイスやるんだよっつって、そんなのありなんですかっつって着物屋さんなのに言ったの覚えて、でもなんかそれがすごく印象的で素敵で、うん、あなんかその自分の仕事と好きなことをうまく絡めてっていいんだって、なんかそれはすごく実は影響を受けてるというか、いや嬉しい、そのてた堀口クリックもあのアイスやね堀口プリンとかどうですかプリンいいっすね、器ついたまま、はい、あ器も買えるみたいな、堀口プリンいいですね、うん、あのじゃあちょっともうなんかもうなってる、はい、はい、今帯が入りましたが、今日のテーマは憎いコーデ、憎い、はい、なっていくんですねはい、そう、もともと着物はあの、まあ、反物の状態 で、はいはいはい、でこういう形に立体にできるので、うん、そう、でも本当にお話を伺えば伺うほど堀口さんと丈太郎のこうやろうとしている方向性がすごく似ていて、うん、まあ、たまたま江戸切子と着物で違うっていうところが、うん、あの、まあ、違うだけでっていう感じしますね。ありがとうございます。はい、もう普段あんまり着物は着られないですか？そうですね、まあまあ特に今コロナっていうのもあってですけど、うんうんうん、その前までは年に 1,2 回ですかね、うんうんうん、その着物を着てプラプラで歩こうっていう回がありまして、はい、着ること自体お好きですか？あ、やっぱしなんかあの着てる感じが好きというか。あ、はい、堀口さん似合いますよね、着物。そうです、ね、あの隣でうかいがうんうんってうなずいてますけど、うん、ね、島が素敵ですねとコメントが入っておりますが、はい、あのなかなか丈太郎先生が戻ってこないっていうあの最後の仕上げが、すみません、一人にさせて、ちょっとフード付きを、あら、ちょっとフード付きの、まあ、コートジャケットみたいなもんですけど、男前やしさ、そうですね、なんかあんまりちょっと普通にしたくなくて、じゃん、どうでしょうか？はい、完成です。うん、おお。いや、よく似合ってますよ。コメント皆さんどうですかね。もう切り子っぽいコーデに見えますっていう。でしょう。憎いでしょう。なんか憎いでしょう。黒沢さんのコメントなど決して桜ではなくお客様からの、はい。いや、よく似合う。でも島が素敵ですね。基本ね、やっぱりかっこいいから。いやいやいや。ああ、でも憎い。憎い。ありがとうございます。憎いいただきました。ポケット付きなんだ。ポケット付きで。え、ここにポケット。あ、本当だ。そうなんですよ。おお、かっこいい。ね、似合いますね。かっこいい、堀口さん決まってます。あ、ありがとうございます。こう画面で見ると本当にこう全体がね、グレーってあのトーンとしては本当に、うん、あの同じまとまりなんですけど、こう素材の違いとね。そうね、なんか、はい、ね、なんかでも堀口さんはこうちょっとこうやっぱりちょっとかっこいい
ね、うん、ベースかっこいいっていうところを入れたらいいじゃないですか。ありがとうございます。ちょっと職人とデザイナーのこうね、ハイダというか、そうですね、行ったり来たりするような感じもあって、いやね、いやいや素敵でございます。で、うん、でも着物をね、堀口さんもでも2枚お持ちで、はい、でもあれやね、確かにコロナがあったから、うん、もう1年はなかなかね、まあ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 、そうですね、なかなかお立場的には着る機会いろいろあるでしょ本当は。そうですね、やっぱりそうやってこう出ていく時に、うん、なんかこう着物で、うん、行けたりとかやっぱしたいですよね、うんうんうん、じゃあ椅子ちょっとポッペ、はい、一旦これ外そうか、このコートは。あ、はい、そうしましょう。あの堀さん、どうちょっとこのままで姿でもっぺんトークです、はい、今日は城太郎先生にすごく細やかに動かれますねありがとうございます、ね、あのコメントでね、また、うん、ない切れ味、切れ味よしっていう、その切れ味が切る方の、あ、なるほど、切れ味が切る方っていう、またちょっとなんか今日はシャレたコメントくれはる人多いですね、大喜利な感じで、もう素晴らしいね。いやー、まあね、すごい改めましてですけど、でも江戸切子のね、堀口さんとかもこうやってライブ配信とかね、発信されるのも良さそうに思うけどね。ああ、本当堀口さんの中にね、こうやっぱりあの思いが非常に強い方なので、聞いててすごく楽しいですよね。ね、なんかこう特別な一つのなんかこう作品に出会ったりね、なんかその道具というのは、なんていうのかな、そういうの、こう、ね、うん、僕らもお酒好きやから、はい、なんかね、そばチョコも含めてなんか、うん、きっと素敵な作ってもらったら嬉しいやろうなとか、うん、いやでも本当なんか最近たまたま昨日あの作り手の、うん、そいつは、シャツ職人なんですけど、シャツ、はい、で、と話してて、やっぱりその人が人生かけて作ってる、まあこれもそうですよね、うん、あのいろんな方が人生かけて作ってる、でその人の人生をある意味こうお金を出すことによって人生をこうちょっとこう切り売りしてもらえるというか、うん、非常にそれって豊かな話で、うん、どんなに頑張ったってやっぱし、うん、そういうことはなかなかできないから、うん、いやでもやっぱりこのシーンシーンでさ、まあ、着物もそうなんですけど、やっぱりそのお母様お父様が着た着物を今こうして自分がっていうのもすごくいいお話で聞くこともあるし、うん、そういう場にもできてくわすし、またあの着物って不思議なもんで、お買い物したとかね、ちょっと汚したとか、そんなことすらちょっと思い出になるようなね、うん、ところがあって、でやっぱりゆくゆくやっぱりね、いつまでたっても、ね、これは城太郎で買った城太郎さんの作品ですよって言われることも、うんうんうん、まあ、仮に僕はね死んでからもその後こうつながれるようなこともあるので、やっぱりきちっとね、作っていかないと失礼があるなと思う、まあ、さっきおっしゃるのは本当にそういう節々の、ね、思い出も一緒にこう作っていくような、そんな感じあるし、でも桐子の作品もね、うんうん、なんかイメージどういったのかな、着物も何もね、もちろん着物ばっかりで生活してくれたら嬉しいけど、なんか断片的なここはっていう節目の時にぜひ着ていただきたいと思うし、うん、そのね、多分作られるそういうものもここっていう時にね、そうですね、あのグラスで飲みたいなみたいな、あのコメントでですね、ぜひ城太郎先生とあの堀口さんのコラボのデザインで買えるグラスの販売をお願いしたいっていう、僕と堀口さんしたらそんなんもう買えないですよ嘘、それは冗談です。でもなんかやれたらいいですね、うん、さっきの話全然違いますけどね、実用性とかいろいろ、ね、でもなんかそれ俺も喋っててなんかそう思ったわ、うん、なんか、うん、ね、なんか自分で本当にこうね、まあ、僕はね、本当に下戸じゃなくて下戸どころかもう酒大好きやから、はい、うん、なんかこうね、もちろんヨーロッパのね、うんうん、有名なクリスタルのグラスももちろん美味しいんですけども、うんうんうん、なんかそうじゃないね、うん、もので、なんかこう、まあ、洋酒飲むのか日本酒にするのか、うんうん、まあ、そんなことさ、ちょっとイメージが湧いてくるとニヤニヤしちゃうけどね、うん、飲めるようになってくださいよ、堀口さん、無理やります、無理やりや、本当なんか無理とは言わんけど、なんかちょっとね、実際着物にしても、うん、
言うてもある一定のこう価格するじゃないですか、うんうんうん、でまあ切り子も、はい、まあ、確かに高い、うん、で自分たちのものは必需品ではない、うんうんうん、で嗜好品だっていうのは分かっている、うん、はい、でもその嗜好品もこの自分たちの作るものも、やっぱしこう人の人生をやっぱ少し豊かにする力が思ってるっていうのは、うんうん、なんか、うん、最近すごくこう感じてて、なんかやっぱそれにかけていきたいなっていう思いが強いですね、うんうんうん、いや、 やっぱり、うん、なんかそう思って作ってらっしゃる方がいることがなんか嬉しいよね、うん、そうですね、まあまあもちろん大量生産でね、うん、あの簡単に型に入れパッパッパッとできるものも、まあ、必要性ではあるんでしょうけども、うん、型はやっぱりそういうものも、うん、ね、そうですね、コメントで、うん、上太郎のパフェグラスに、うん、切り子をするのにどのくらい時間がかかるのでしょうかと。まあでもそれ先生じゃなくて堀口さんに質問なんでちょっと答えていただきたいなって。そうですか。まあ例えば一つ作るってなかなかしないんですけど、大体こういろんな道具をこう使って、うんうん、やっていくんですよね。でまあそのあの時は数十個注文だったかと思うんですけど、うん、あのパフェのあのあれやろ、はい、でまあ時間で言うとまあ制作時間自体はどうですかね、 2,3 週間とかで、まあ、それをこう作っていくんですね、うんうんうん、でも、まあ正確に言うとどうですかね、10年と 2,3 週間というか、うん、やっぱしあれを作るには、うん、やっぱそれをこう得得する技術の期間が必要になるんで、なるほど、そんな制作時間です。あでもね、コラボしたらやっぱりお酒入れるも作りたいな。はい、いいですよ、作りますよ、ね、やりましょうかね。なんかそういうなんか、はい、ちょっとアンケートでさ、今見ていただいてる方何人いらっしゃるかあれだけど、はい、コラボしたやつ作ったら皆さん買ってくれますかって聞いて。いや、その見てもいないのにそんな分かんないですよ。そう、ね、どういうものが欲しいかっていうのは聞けるかもしれないね。もしもお家に上太郎先生と堀口さんのコラボした何かがあるとしたら何がいいですかっていう、そういうちょっと聞いてみますか。そう、聞いてみようなんか、はい、ぜひコメントでお寄せください。いきなりの質問ですけど、はい、そう、なんかね、先生だったらお酒を飲む、うん、やっぱりそうかなとか。日本酒ですか？とか、いや僕はちょっと大ぶりな、うん、さっき言ったそばチョコみたいな、うん、でもウイスキー6個グラス入れてもいい、うんうん、おそばのつゆ入れてもキラキラ光るね、その中にそば入れてツルツルといくみたいな、そういうの、いややっぱり酒かな。本当に欲しそうですね。いや、いいわそれ。あ、はい、日本、あ、そうですね。どう、なんか来てる？日本酒用。日本酒用。はい、うん。でもガラスどうなんやろ。やっぱり冷たい冷酒かな、じゃあ。そうですね。まあ自分たちの扱ってるのは、うん、耐熱ガラスじゃないんで、熱すぎる。缶がダメなんですよね。あ、そうなんですか。はい。なるほど。そうなんですよ。あと切り子の帯留め。すぐ商品になりそうなこと言わないで。切り子の帯留めも面白そうですね。そうですね。やったことあります？帯留めはサンプルまで行ったことありますね。やっぱりでも大事なのが、金属部分なんですよ。自分たちやっぱり切り子のプロではあるんで、切り子の部分は結構クオリティが高いんだけども、例えば、金属部分が非常にチープとかっていう時ってあるんですよね。確かにね、うん、だからやっぱりその、うん、同じレベルでのその切り子に対しての金属みたいなところっていうのは非常に大事にしたいですよね、うんうん、なるほど、うん、なるほど。あとロックグラス、ロックグラス、あとビアグラス、ビアグラス、グラス、お酒系のね。僕ビールはね、最初乾杯の一杯だけでいいんですよね。先生が欲しいかどうか聞いてないけど、でも結構自分堀口切子の商品を作るときに、うん、やっぱり自分がなんか
これを作りたいかとか、うん、欲しいかとか、まあ、最近、何年か前に作ったのが、まあ、カフリンクスを作ったんですよね。え、カフリンクス、はい、カフスですね、はい、はい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 、はい、実際自分年間でもスーツってどうですかね、2回か3回ぐらいしか着ないんですけども、うん、その 2,3 回の時はおしゃれしたいって思うんで、うんうん、カフスを作ったんですよ。それすごくかっこいいのができたんですけど、そうですね、なんかやっぱり自分が使いたいかどうかとか、これを作りたいかどうかみたいなところっていうのはすごく自分の中でも大切にするというか、うん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 、なるほど。そうじゃないとなかなかこう愛せないというか、あ、なるほど、ね、出来上がった後、うんうん、あ、なんかちょっとでもその気持ち分かるような気がするな。そうですね、うん、あのコメントで、あの、私の宝物は上太郎先生のお着物ですよという。泣いていいですか？で、嬉しいね。嬉しいですね。ありがとうございます、はい、まあ、嬉しい。まあ、そろそろお時間になってまいりまして、もう嫌だって顔されますけど、ちょっとあのこの告知を先生。そうですね、あの、実はいいですか、すみません、じゃあ僕告知させて、はい、なんか告知考えないですか？大丈夫です、大丈夫ですか、はい、3月の18日もう来週なんですけれども、木曜日はね、はい、木曜日、はい、実はコレクションショーをね、新作のコレクションショーを開催いたします、うん、テーマリミットレスというテーマで、限界なき着物っていう、そういうものをちょっと提案したくて、まあ、気持ちがね、やっぱ1年間ね、まあ、コロナもありましたし、まあ、大きな会場でショーもできなかったんですけども、今回まあ1年ぶりに、まあ、ちょっとね、少し広い会場で密を避けながらということでコレクションショーをすることになりましたので、それをぜひね、ただまあこれ本当にかなり制限されてましてね、入場規制もありまして、ただですね、その3月18日の、15時の会、1日実は3回ショーをするんですけども、15時の会っていうのは、ファッションウィーク東京のオフィシャルのファッションショーがその3時の会、うん、それ実はその ジャパンファッションウィーク JFW の、コレクションの、で生放送、生配信を実はすることになりましたので、うん、ぜひそのね、もし会場にいらっしゃらない方はぜひ生配信を、平日のお昼間ですけどもね、ちょっとトイレで見ていただくとか、屋上に上がってみるとか、なんかこそっと時間を作って見ていただきたいなと思います。またですね、その18日の後の19日から月末まではですね、銀座6のこのね、お店で実はそのコレクションでやった最新作を、まあ、展示販売をしているという、そのイベントもやりますので、ぜひその時は手に取ってまた羽織ってね、僕またおりますのでコーディネートさせていただきたいと思いますので、超超最新作をぜひご覧になっていただきたいなというふうに思っております。はい、はい、ありがとうございます、うん、あと、まあ、先ほどのちょっとコラボ企画で、うん、他にちょっとコメントをいただいてまして、うん、そばチョコ、あと、うん、なんかさっきあのビアグラスは先生があまりっておっしゃったね。じゃあハイボールグラスじゃあハイボールグラスな、なるほど、ミニサイズのパフェグラスとか、箱物で小箱とか、ボンボニールのようなものお願いしたいですみたいな、なるほど、まあ、そういうね、それも面白いですね、ボンボニール的 な用途はいろいろ ね、うん、あのフリーでな用途で、まあもう話せばキリがないんですけれども、うん、よろしいですか先生、もうあと、あ、終わらない、口はダメな時間ですか？ぼちぼちですけど。ぼちぼちですか、はい、堀口さんいかがですか今日、まあ、初めてのこういう生放送。いやいや、そうですね、ちょっとこう、まあ、まあ緊張しながらでもやっぱ着物ってすごいなって、このさっき反物だったのに、はい、こうなるんだと思って。そうなんです、うまいことやるでしょう。いやすごいなってでもこれがやっぱり切り物ならではってことですよね。
そうですね、うん、まあ、田んぼのね、一枚の平面の田んぼのがまあ立体的にこうなって、うんうん、まあ、実際はもうもちろん仕立ててなんですけど、はい、まあ、本来はね、またあの時計針とか昔で言う洗い針とかして、うん、台が変わったり寸法が変わったらまたほどいてもっぺん仕立て直したりとかして、うん、まあ、本当にサスティナブルのね、もう最たる例がまあ実は着物なんですけど、ね、うん、そういう意味ではもう平面から立体にっていうのは、まあ、塗ってはないですけども割とやりやすいですよね。洋服ではこうはいかないですから。面白い。うん、そうですね、面白いですね、これはね。憎、うんうん、い。憎い。また憎いいただきました。ありがとうございます。はい。それでは次回は。そうですね、次回のジョータローライブはですね、3月26日、今月にもう一度ね、ジョータローライブね、開催したいと思います。今度はですね、26日は実は18日のコレクションショーをやった後、僕と制作部のスタッフで、今回のショーの解説を裏情報をちょっとしたいなと、まあ、そういうのもありかなと。このお二人が出るんですか。そうそうそう、うちのね、はい、スタッフが前田さんと、まあ、前田と、まあ、小林がね、はい、はい、うちの初登場ですね。うちの女性工場長が、あ、はい、あ、小林さん前一度出られてますね。出てるかな、着付けで生コーデに出て。前田さんは本当にお初。そうやね、はい、前田出るって OK なんかな、どうやろう、OK でした聞いてない、まあ、うんっておっしゃってました、はい、まあ、僕一応社長なんで、はい、権限を古い社長名、社長名で、ね、お二人ともモラハラ、いやもう前田さんはもう喜んで出ていただけると思いますが、はい、そうね、はい、ぜひ楽しみに、はい、放送が3月の26の金曜日で、お手紙とちょっと日にちがずれておりますのでお気をつけください。はい、ということで今日のゲストは堀口徹さんでした、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。なんかね、ものづくりの話ができて面白かったです。 ありがとうございました、はい、本当に自分も確かにぜひなんかねコラボもできたらいいなと思います。終わってないありがとうございました。